きましょう。はい、こちら今日これですね、1周年アニバーサリーライブ。イグさんめちゃくちゃ不審者いるのかな。おはようございます。お疲れ様です。お邪魔します。1周年アニバーサリーライブですね。アニバーサリーだね。もうすぐリハーサルなんで、はい、ちょっと歌ってきます。いってらっしゃい。よいしょ。ほんほんほん。すごいですね。これ着てリハやる。お、これ T シャツ作ったんだけど、うんうんうん、作った先のその人に、うん、著作権大丈夫ですかって。いや、これ本人です。見てわかんなかったのかな。ちょっと不細工だったのかな。どんな感じになるか本番はこれで確認しながら踊ります。はい。これがライブ前のルーティンですか。いや、ライブ前のルーティン。おいおいおい、カットや。使えんから、マジで。使えんから。よし。ちょっと早いけど、アップアップします。でもさ、本番のやつの方がよくない、絶対。よいしょ。しっかり回数やるな。何回したの ?30。やば。でもって感じで。はい。もう、今、リハまで準備します。はい。え、これ、いつ行ってらっしゃい。行ってきます。うん、私たちのリハ。この後は本番の前のリハーサルですね。その前に使えんね。もうゆさん、どうですかこれ、うまくないですか。かっこよ。いや、やったぜ。え、任せてよかった。ありがとう。いいメンバーでよかったね。褒めてくれたっす。こんな人生褒められたことなかったね。どんな人生歩んでいったんだよ。おいすみちもそんなことかっけえわ。なんか結構日誌とか山崎賢人とか、うん、よく似てるって言われるって。うん、でも俺はね、ちゃんとこうやって見るとグッチ言うそうにしか見えない。チャッチポイステーション。本物やっていうところ。あ、ノリがあるんだね。これ二人きりでやるの、いつも。いえいえ。これをもう編み出したのクリスマスの日。戸田のあのボートレースのライブの楽屋でクリスマスに生まれた。本番もう何分前ですか。まだ。まだ持ち時間。1時間ぐらいあるんじゃない。うんうん、本番ちょっとサプライズもあるみたいなんですけど、発表するドキドキ感とかそういう気持ちとかしてもらっていいですか。でもなんて見なきゃ分からんね。緊張とかドキドキっていうよりは、不思議な感覚、みんなの反応もまだ分からないし、俺がどういう感情になるかもなって見なきゃ分からない。なるほどね。今はいつも通り最後に発表だからね、うん、それまでは10周年っていうのがあるから、今まではしっかり皆さんにね、練習してきたライブを見せて楽しんでもらいたいなって感じだね。技術入って何年？ 4 年目ぐらい。で、4年間の思いを呼びつけるってことですね。と、技術テイクス自体は10年目だから。10年目だ。10年ってめっちゃすごいじゃん。プロ野球選手で10年活躍するのってすごい大変でしょ。すごい。それをこうやってね、今だってたくさんたくさん来てくれる、こう愛されるグループを10年っていうのはすごいから。まあ、グループの1メンバーだけど、グループに対しておめでとうの気持ちも込めて、今日はライブしたいね。ライブに必ず持ってくるものとかって何かしますか。いつもジムコンビニで買ってきた飲み物だったりとか、うん、まあ、スポーツドリンクと、このライブの1週間前ぐらいから疲労がちょっと溜まってたみたいで、なるほど、プレゼントしてもらったんですよ。この、マヌカハニーっていう、あ、聞いたことある、聞いたことある、のチューブっていうのかな、うん、形。このまま舐めてもいいし、何かに入れてもいいし、でも本当に効くのよ。夜、俺このマヌカハニー入りの紅茶を飲んで、うん、温かいマスクをして寝て、それで復活した。今日お母さんも来るらしいですね。らしいですね。はいはいはい。
ライブを久々に見るんじゃないですか。結構自分的には結構成長したつもりなのよ。そうですね、いろいろね、はいはいはい、だから今日それも内容もさ結構盛りだくさん、うん、曲数も多いし、新しい曲まで結構いっぱいいったから、そういうのを見ておおって思ってもらえたらいいなみたいな。確かに。ただ今回あれですね、このやつソロ曲のお嫁さんまで今回ないというか、お嫁さんもないのよ来たいって思ってたけど、うん、いやちょっと待てって、今日10周年アニバーサリーライブダメだろ。でもバウンスバウンスはねちょっと聞けるかもね。本当ですか。やっぱちょっと聞けなかった。ってことでね、ライブまで残りちょっと、まあゆっくりそうやってこのリラックスしてリラックスしすぎちゃうかな。ゆっくりしてゆっくりして、うんうん、も軽くしてね、カットできんね。みたいな、そろそろ着替えたりしなきゃなんで、いつも通り、うん、気合ももちろん入ってるし、いつも以上に頑張るって気持ちはあるけど、それが空回りしちゃいけないから、変わらずいつも通りね、うん、ラフな感じで、はい、そして本番はバチッと決めますんで、お願いしますよ。よろしくお願いします。みんな見てるんで、はい、オーケー。じゃあちょっと楽屋のコードに、ありがとうございます。え、本番前のストレッチですか。そうです。腰ともも裏よく痛めるから俺、うん、もうちょっと引っ張ってるんだけど、そこだけ鳴らしとかないと急に来るじゃん。体のケアもしながらと、そういう感じに見えてる。うん、今日は目指していただきます。はい、よろしくお願いします。マネーから一言あるんで、よし、今日のライブを見て、はい、自分たちの今後にも生かしてください。はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ありがとう。ありがとう。ありがとう。あと3人なんやね。まだや、なんか威厳が足りないよ。先輩っぽい感じで、お前やっぱ次、挨拶来てもらってね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、なんかマナヤからお礼の言葉が、うわ、来た。いや、大将、本当に今日はストールも巻いて、メガネの色も明るい黄色で、外は寒いけど気持ちは春で行きましょう。ありがとうございます。失礼いたしました。はい、で、頑張ってください。ありがとうございます。ね、ちょっとさ、マナヤさ、全然わかんないし、同じコメント使うなよ。まあ、そんなバラエティ初めてかよ、お前。そう、何も踏んでないし。一回走ってくる。そうだね。まだ待って。いや、サウナ行ってる。サウナ行ってる。テッテレ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 。エンディングじゃん。なんか呼んだけど、メンク。いっか。いきます。破れてる。直した方が良くない？めちゃくでも。え？破れてる。破れてる。いける？時間は？いける。はい、ラブルです。そのズボンはやばいって。ラブル？お母さん来てますね。お母さん来てます。土正面にいるからファンサービスしてね。土正面にいるの？そう。あまり見ないようにしようとしてる。あまり見ないようにしようとしてる。もしかしたらお父さんうちは持ってるからさ。10周年ワンマンでそれは恥ずかしい。ごめんね、もうちょっと待ってね。すごい人いるやん。10周年のハプニングですね。それでゆっくりしよう。いやいやいや、ダメダメダメ、頑張ろう、行こう、よっしゃ、取り直して。今何ですか。勝手に決めた。ズボンはもう完璧ですね。あ、完璧ですね。失礼しました。行きます。はい、行ってきます。よし、まあ、緊張するんで、いや、緊張するんだよ。する。よし、行ってきます。じゃあ、10周年ワンマンライブでーす。イエーイ、まず皆さんおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日はいろんな発表があるんですけど、はい、はい、最後まで楽しむ気持ちを忘れず、はい、はい、頑張っていこうね。はい、はい、よっしゃ、行きましょう。せーの、ヘイヘイ、おー、頑張ります。頑張るぞ、頑張るぞ。2階席まで満席です。だって10年ですよね、はい、10年前って言ったら今ねアイドルいろんな形あるけど、はい、SNS だったり、エゴちゃん、キッドリア、キッドリア、ビッグゼイ、ハピリーファーも目の前バイ、オイザジャンシェイ、今日僕は落ちる空晴れ返すようにする。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ごめん、誰よりも銀テープビビってて、こないギルバロラク空、I'm not sure about you.
ライブお疲れ様でした。あざーす。どうでしたかライブは。まあ、10年ってめっちゃすごいじゃん。10年続けれるっていうのもあるし、10年愛されるっていうのって国の努力じゃできないし、でメンバーがね、こう入れ替わったりとかいろんなことはあったけども、こうやって愛されるっていうのはそれだけのものを持ってる浮力の気持ちなので、浮力に対してもね、おめでとうっていう気持ちも含めて、その中のチームにしてくれてありがとうという気持ちを込めてライブしたかな。発表したじゃないですか、卒業、はい、そこに対してなんかどういう思いが出てきましたか。なんていうんだろうな、感謝の気持ちが強いかな、メンバーもスタッフさんもファンの皆さんも感謝の気持ちが強いかな。まだあと2ヶ月ありますか。あと2ヶ月もあるけど、2ヶ月の期間もあっという間だし、まあ、多分すぐまた3月24になるんだろうなと思って、まあ、残り2ヶ月のこの間にね、ライブの最後に行ってみようかなって思う方がいたら、この2ヶ月の、それから最後のね、3月24のライブ来てほしいなって感じますね。はい、まあということで、今日のライブで卒業発表させてもらって、3月24日に卒業ライブを決定したんですけど、まあ、今後のね、僕っていうのがどういう風になるかっていうのは、自分自身もどうなるかもわからないし、大学生の卒業する前かな、からビートテックスとして活動して、これしかなかったというか、これを頑張ってきた、どう自分で卒業っていう選択肢を選んで新しい世界に行くことなので、またね、あの皆さんと会える機会もあると思うし、会った時にはね、また変わらず応援してほしいし、自分もまた新しい毎日が始まると思うので、そこに向けて一生懸命また頑張りたいなと思うので、まあ、今日はライブ終わったんで帰ります。はい、そりゃそうですよ、帰らない人いないですから。そうです。お疲れでした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。帰るわ。帰りました。うん。なんか似たもん同士っていうか、すごいあのノリも軽いし、まあでもすごくマナヤはマナヤなりに考えてると思うし、一番の思い出はフットサルマナヤと言って、はいはいはい、そう言って言って言って、そうそうそう、その時にすごいなんか思ってる以上にマナヤ下手くさいって思ってる以上に動かれへんくて、はい、たまに女の子もいるんや、フットサル上に、その子にもボール取られたりで、やっぱりそのね、帰りとかにこうラーメンを食って、その味がやっぱり青春でしたね。あとはなんか千葉マナイベント B2TX に入って、多分この事務所でも初めて演者側がライブをプロデュースするっていうのを俺とマナヤで初めて多分やったと思う。それが多分思いですね。で、俺とマナヤで他のグループの人とかに声をかけたり、あとこのグループの順番ってのもマナヤと初めて考えて、なんかもっと俺たちのことを知ってもらおう、 B2TX のことを知ってもらおうと思って、この動いたプロジェクトみたいな感じで、一番最初の時に美奈代さんも見に来たよ。あれが一番緊張したしかもお父さんもいたよね。いました、いました。あとおばあちゃんもいたんよ。いました、いました、いました。やばかったね、あの時は。ほんまに大丈夫かなと思いながら、うん、で、なんかマナヤがもう一発目になんかお嫁サンバやりだしたり、はい、なんか飲み会かなでは最後にマナヤにメッセージを。違う道に進むんやと思うけど、違う仕事をしててもこう連絡とか取り合ったり遊んだりしよう。寂しがり屋やから俺もし何かあったら俺行くんで、仕事とか何かあったらちょっとなんか雇ってくださいありがとうマナヤ。ありがとうございました。イエーイ。まずマナヤくん卒業おめでとうございます。ビートテイクス約4年、まあ、5年近くですかね、一緒にあの活動できて、あの、ね、メジャー期だったり、それがね終わってからコロナ期すごいしんどい時期とかも、あの今の現メンバー5人で頑張ってこれました。マナヤはですね、なんか本当にいつも明るく振る舞って、落ち込んでる人とか、 なんかそれ見境なくいろんな人の士気を上げるというか、僕も正直そのしんどい時期とかもあったんですけど、なんかマナヤがこんなにその明るくいてくれるなら、じゃあ自分ももっと頑張んないといけないなってすごく思わせてくれた存在だったので、もう最年少ですかね、ビートテックス新メンバーとして入ってきてくれたのに、マナヤの存在が自分の助けになってた時期もあったし、本当にマナヤには、ね、続けてくれてありがとうと思ってますし、ビートテックスに入ってくれてありがとうって感謝してます。
それでは最後にマナヤにメッセージをお願いします。マナヤくん卒業おめでとうございます。この後マナヤがどんな道を選ぶかはわからないですけれども、どんな道を選んだとしても僕は、ね、元メンバーとして全力で応援したいと思ってますし、マナヤなら大丈夫って僕は信じてます。お互い頑張ろうな。ありがとう。 B2TX のライブグリーン、イグです。イエーイ。マナヤはめちゃめちゃ弟のようにずっと思ってました。なので卒業って聞いた時は本当に悲しくて、一回あったんですよね、そういうやめようかなと思ってるのが。で、話を聞いて一回はなんかもうとどまってくれたかなと思ったんですけど、やっぱ久しぶりだと思うのでその辺はね、変えることはできなかったですけど、でもマナヤに会えてすごい嬉しかったなと思ったし、もっともっと本当はね一緒にライブしていきたいなって思ってたんですけども、まあでも背中を押すのも大事かなと思います。なので僕らもマナヤの応援してみんなねしていただけたらなと思ってますので、これからも引き続きよろしくお願いします。ありがとう。イントゥテイクスのリーダーピーウィーです。今日でね、マナヤのね、卒業発表があったんですけども、結構数ヶ月前ぐらいから一緒に話し合ったりしてて決断してたことなので、もう心的にはもう落ち着いてるんですけど、いざ発表ってなったらちょっと寂しい感じがすごいしました。マナヤたちが加入して3、4年ということで、結構すごい思い出もたくさん増えてたし、マナヤとは結構サウナに行ったり、そう仲良くしてもらったのですごい寂しいんですけど、マナヤのラップがね、そうラップがなくなっちゃうんだね、ビーツの、ね、誰かが確かに、あのラップスターがいなくなっちゃうのはすごい寂しいんですけど、マナヤのね、タレントとしての才能はすごい尊敬してるので、これからもマナヤの応援もするし、ビートテックスもこれからももっと頑張っていきたいなと思います。マナヤ、あと残り2ヶ月楽しんでいこうね。ありがとう、マナヤ大好きだよー。